ずいぶんと小さくなって、今間に車検車両が入っている関係で全く見えなくなりました。またカーブに入りますと早稲田の姿も見えないという距離、手元の時計で20秒の差がついています。その早稲田にはバイクリポート野上さん来てくれましたね。はい、バイクリポートのカメラはキャプテン佐々木宏之の姿を捉えました。駒澤大学との差はおよそ20秒ですね。ですから先頭とは56秒という位置、第4位を走るのが早稲田大学のキャプテンです。先ほど7キロの通過タイムが20分10秒でしたから、おそらく駒澤の優子は19分台で7キロを通過しているということになるかと思います。おととしですね、由布が7キロの通過20分3秒でしたから、由布行くと十分にこの区間で区間新記録ペースで走る、その背中を追いかけているのがこの佐々木宏之早稲田大学です。懸命に輪を作ってしまって残りに入っています。はい、佐藤さん。